昔々あるところに使徒というボート好きの鳥がおったそうな。使徒は競艇場に行くのが面倒で、いつもテレボートなどのネット投票で船券を買っていた。しかし昨年はあまりいい収支結果を残せず、投資額は500万円なのに対して回収した金額は200万円だった。去年は300万も負けちゃったか。しょうがない。今年はプラス収支を目指して頑張るぞ。そう心に決めた人だったが、5月のある日。すいません、使徒君はご在宅でしょうか。なんだ。税務署の者です。昨年あなたの所得から申告漏れがあった疑いがあったので調査に来た次第です。ちゃんと申告しましたよ。あなたの銀行口座を調べさせてもらったら、テレボートから200万円の振り込みがあったにもかかわらず、その200万円分の申告がありませんでしたよ。確かに200万円テレボートから振り込みされてますけど、僕500万円も船券購入に使っているので、実際は300万円マイナスですよ。収支的に負けているのに申告をする必要はないでしょう。いえ、残念ながら収支がマイナスであっても外れた船券は経費にならないのです。すなわち使徒君が当てた船券の払い戻された金額に対して税金がかかるのです。なんだって。おやおや、何かお困りのようじゃのう使徒。仙人、これって一体どういうこと？収支がマイナスにもかかわらず税金を取られるなんて、こんな不条理なことが許されるんですか？使徒よ、残念ながらそれが日本の法律なのじゃ。収支がマイナスだろうがプラスだろうが、協定で得た払い戻し金には税金がかかってしまうのじゃ。そんな。じゃあ200万円払い戻しされた僕には一体どれくらいの税金を払わないといけないんですか？ふむ、では順を追って説明するぞい。まず200万円払い戻しがあったと言っておったが、実は特別控除額というのが存在するのじゃ。これはつまり、一時所得金が年間で50万円以下の場合は税金がかからず、仮に50万円を超えてしまった場合、その50万円を超えた金額からが課税対象となるのじゃ。あと基本外れ船券は経費にならないのじゃが、当たった買い目にかけた金額のみ経費として認められておる。例えばお主が1号全で100円ずつかけて合計400円で購入して、結果が1号2で的中したとしよう。この場合1号2を購入するために使った100円は経費として認められるが、残りの1号3、1号4、1号6は経費として認められんのじゃ。今回使徒は200万円の払い戻しがあったが、そこからまず特別控除額の50万円を差し引き、さらに当たった買い目の経費が合計で30万円ちゃったとしよう。200万円から特別控除額と経費を差し引くと120万円となる。さらにその金額を2で割るのじゃ。合計で60万円となり、この60万円が課税対象となる。そしてこの協定で得た金と、使徒がサラリーマンとして得た年収と合わせて税務署に申告しなくてはならないのじゃ。なんてややこしいんだ。負けても税金を払うだなんて。おい、さっきからごちゃごちゃうるさいぞ。そんなことよりさっさと納税しないとお前の資産すべて差し押さえるぞ。あーりーくー、追加で12万も税金で取られてしまった。それにしてもなんで僕が200万円も払い戻しがあったって分かったんだろう。それはお主がテレボートを使って船券を購入しているからじゃよ。今の世の中、お金がデータとして管理できるようになったのは市民だけではなく国にも大きなメリットがある。今まで脱税してきたものが脱税しにくくするために、協定のネット投票のみならず今流行りのオンライン決済は国が市民からちゃんと税金を受け取るためにあるようなものでもあるんじゃよ。ってことは仙人、もしかしてこれから協定をする際ネット投票じゃなくて協定上に実際に行けば。ふむ、そろそろおやつの時間だからわしは帰るとするかの。それではしと、またな。やっぱりこれってこれからネット投票じゃなくて実際に協定上で。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるのでそっちもチェックしてね。ではまた。